よきひと申します。今回は2023年6月4日に開催された推しのファン見に行った日の記録、東京駅で空也商に大集合展っていうのをやっとったから、まずそれ見に行った。10時からアクスターとアクキーを配布しとって、私はちょっと早めの9時半ぐらいに行ったんやけど、もう200人ぐらい並んどって、でアクスタは100個限定やったから、アクキーしか選択肢がなかったんやけど、まあ無事もらえた。まさかそんなに人気やとは思わず、さすがに30分前ぐらいに行ったらアクスタゲットできるやろうと思って行ったらめっちゃ並んでたね。47都道府県それぞれの方言で書かれた「そうだ京都行こう」っていうセリフを空也商人が言ってるっていうパネルが置いてあった。47都道府県分全部撮った。途中で何撮ったか何撮ってないかわからなったけど、顔はめパネルもあったけど、さすがに一人で顔はめパネルやる勇気はなかった。でこの後会場の神田明神ホールにグッズ買いに行った。いっぱい買った。カフェセット、今回のファンミのタイトルが諏訪の中ナナカラーズワールドツーリストミーティング2023カフェロスワワっていうカフェがテーマやったから、こういうグッズが出てた。推しの顔面を見せびらかしながら飲み物を飲む勇気がなくて、ちょっと使えてないんやけど、まだ。これもカフェセットのランチトート、かわいい。お弁当持ってピクニックしたい。一人ピクニック。会場でグッズを買うと手荷物が多いから邪魔になるということが分かった。いつも大荷物。これもカフェセットのハンドタオル。タオル類は毎回買ってる。こんなんなんぼあってもええですからね。イベント参加した記念に毎回買ってる。ペンライトを3600円。ペンラも買いすぎやから、形が可愛い時だけ買うようにしたい。色はバイオレット、パッションピンク、ピンク、ライトピンク、ホワイト、レッド、オレンジ、イエロー、ライトグリーン、グリーン、エメラルドグリーン、パステルブルー、ブルー、パープルの全14色。14色もあったらちょっと色変えが難しい。毎度かわいいでおなじみパンフレット。歴代パンフレットの中でこれが一番かわいいと思う。毎回パンフレット出してくれるのありがたすぎる。諏訪さんは毎回グッズセンスがいいっていうところも推しポイント。逆にダメなところはグッズ情報の解禁が遅いところと地形代が高いところ、まあ、本人に問題があるわけじゃないから。とにかくパンフレットのビジュアルが良すぎる。アクリルスタンドキーホルダーが3種類。これが A。 毎回3種類出してくれるの助かる。これが B。 歴代のアクスタの中でもかなり好き。もう一個買えばよかったな。パンフレットの表紙もこの衣装やから、多分この衣装のビジュアルがめっちゃ好きなんやと思う。でこれが C。 ピンクの衣装、それぞれ台座がデザイン違うのもすごい。エルバンブロマイ独自。衣装はさっきのアクスタの3種類と同じやねんけど、一番お気に入りの紫の衣装のやつは出なかった。正直どれでも顔は可愛いからいいんやけど、さっきの2枚は事前通販からでも売ってるやつで、こっからの2枚が会場販売からのブロマイド。ブロマイドを集め出したらキリがないから、集めないと心に誓っている。これも会場販売からの折りたたみ傘。水色でモクモクしてる。お
書いてある。大きさはまあ普通の折りたたみ傘ぐらい、あんまりコンパクトではないかも。あとそんなに軽くもない。私傘が好きで、なんか雨の日にしか使わない道具って趣あるなって。でも折りたたみ傘は上手に畳めないからちょっと苦手。上手に畳める人尊敬する。これは多分 FC 特典、デジタル会員証見せたらもらえるやつ。お見送り&グッズ特典付きチケットのグッズ特典。コースター、昼夜で絵柄違うんかと思ったらリバーシブルやった。昼公演と夜公演の間に江戸っ子カフェますますでマスパフェ抹茶セットを食べた。神田明神の中にある文化交流会館の中にあるカフェやから、神田明神ホールと激近。マスパフェは中には濃い抹茶色のクリームやアイス、スポンジケーキ、ゼリー、白玉、黒豆、紅茶漬けの蜂蜜オレンジ、チョコレートクッキーなどが盛りだくさん。いろいろな味食感を楽しめる名物パフェです。やって、もう何が入ってたか全然覚えてない。抹茶は自分で立てて飲めるやつ。今回のファンミのコンセプトがカフェやったから、ピアスをこっちがフォークで反対側がスプーンにしてみた。 T シャツはサードライブの特典のアイラブ7日 T シャツ。髪の毛がパサパサすぎて竹ぼうき。今やったから恋文みくじ引いた。これ引くの2回目。多分300円ぐらいやった気がする。結果はじゃん、小吉。前引いた時は中吉やった。でも前のやつ振り返ってみても全然当たってないから、何が出ても特に気にしない。小吉やけど、まあまあいいこと書いてあったし。昼公演のゲストがマーブルさんで、夜公演のゲストがアスミカナさんやったんやけど、そのゲストを諏訪さんがカフェ店主に扮しておもてなしするみたいな。どっちのゲストもトークが面白くてよかった。でライブパートはもう衣装が可愛くて最高。今度は2月にまた同じ神田明神ホールで FC イベントあるから楽しみに。御徒町のラーメン屋さん、鴨とネギっていうところで鴨ラーメンを食べた。結構人気っぽくて並んでた。食券買ってから並ぶタイプの店で、並んでる間にお店の人がネギどれにしますかって聞きに来てくれた。なんか3種類今月のネギっていうのがあって、その3種類の中からラーメンにのせる2種類を選べますよって感じ。私は1つ目が丸太白ネギ、2つ目がアーリーレッドにしてみた。鴨とネギと水のみで作ってるラーメンらしい。美味しかった。この一口でスープ飲むのやめようと思うのに、もう一口もう一口って飲んでしまう。ラーメンって怖い。親子丼も美味しそうやった。終わり。では。